しゃー、何時？5時です。5時のパテモソでございます。お疲れ様です。仕事は暇だったんですけど、暇だったら暇だったでやることが多すぎるんで、5時です。というわけで今日はね、いただき物です。はい、お寿司、そしてサンドイッチで、緑のたぬきはこのお寿司いただいたんで、ちょっと常温で置いてたけど、いただくか。大丈夫やろ、別に常温で置いとったってね、やばいかな、大丈夫やろ、まあ寿司食いますわ。よし、もう、というわけで、卵のサンドイッチと寿司とね、そして緑のたぬきというね、どういうコンビネーションやねっていうね。まあ一緒に食べてしまう俺が悪いんですけど、まあどうせ食うならもうまとめて食いたいなと、腹が減ってるんでね、いただきます。とりあえずわさびつけていこう。醤油はね、あんまりこういうのについてるやつ使いたくないんだけど、わさびに関してはいいか。少なくない？わさび、わさび少なくない？2個ぐらい欲しかったな。で、中に入ってたからついてたやつとしては1個か。まあいいか。というわけでいただきまんもす。どうしよう、サンドイッチもデザートやな。こうなりゃ寿司からいこうか。ちょっと走り行こう。土いじりもしてたんですよ。芝生も張ってたんで、ちょっと今日は走り行かさせても、いつも手で行きたい男なんですけど、あ、でもこれ、あ、ネギトロ軍艦があるからか、あれがないなと思って、赤身ないやんって今日、いただきます。まあお買い得握りやん。うまい、これお買い得、500円ってこれで、うまい。何にも食うてなかった方から、当たり前やけど、朝食食わないんで私、基本的にはね。あ、唐辛子だ。緑のたぬき、いただきます。そばよね、寿司には。まあうどんか、俺寿司郎とか言ったらうどん食うな、天ぷらうどん食うな。まあでもそばかな。家でやったら蕎麦がいいかもしれん。冷たい蕎麦をね、あったかかったから茹でようか思ったけどね、もうめんどくさくてもう疲れちゃった。うまっ、何このうまさ。腹ペコ時の緑のたぬき、こんなうまいの。塩分いい感じやわ。さあ次はネギトロ行こうかな。ネギトロ軍艦、おいしい。今日はね、仕事のために買ったカッティングマシン、持ってたんですよね、ステーカーっていうやつ持ってたんやけど、そいつがぶっ壊れて、でも20年ぶりか、20年ぐらい前に買ったの、17、8年前に買ったんですけど、私ステーカーはね、結構昔に、もう一択やったんですよ、その頃。それしかなかったから、カッティングマシン4万か5万ぐらいして、チャッチーやつなんですよ。で、高かったりさ、修理出すか思ったけど、どうせ修理出したってさ、まだバカ高く取られるんですよ。何やったっけ、シルエットカメオ4、3万5千円ぐらいのやつ、これ4万ぐらいかな。それにしようと
人気やったんでね、でそれ買ったんですよ。すごいね、今のちゃんとマシンやわ。ローランドのスレカっていうカッティングマシンはね、ある意味ね、これにこんな金払わされんのみたいな、ちょっと分解してみたけど、マジチャチンですよ、マジチャチンですよ、本当に。でもまあ一択やったらそれ買ったけど、今回それより安いのに、めちゃくちゃすごいよ、ちゃんとしてる、カットも綺麗やしさ、買い替えてよかったと思った。でそれでちょっといろいろ作成してたんで、それまで時間かかったな。あと池の工事がちょっと今日終わって、今夜夜雨降るらしいんですよ。で芝生もちょっと張って、上から土もらった土かけて、で水まいておいたんですけど、まだ今日夜になればちょうどね、根を張ってくれ、ちょっと暖かくなってきたんで根を張ってくれっかなと思ってます。7平米買いました。見事にぴったりと収まりましたね。ぴったりやった。ちょっと 0.5 平米多いかな思ったけど、計算的には。そんなことなかった。今年の夏はね、青々した芝生がうちの庭に、はい、生きるかな。オリーブの木も植えといたね。うまい。サーモンうまい。一回あげそうかな、これ。生姜が乗ってますね。生姜が乗ってるのにわさびも乗れちゃった。一昨日からゲーム配信してるんですけど、今月末にバイオハザードの4のリメイクが出るそうですね。もう全然俺も最近チェックしてなかったら知らなかったけど、で北米はもういつも買うんですよ私。で今回もね、アマゾン見た北米版、普通で買うと7000円かな、6000円か7000円ぐらいやったんですよ。6、7000円かな、リメイクね。北米版1万円超えて、どういうことみたいな、約2倍、1.5 倍以上になってるんだけど、なんでと思って、めんどくさいし、北米版アカウント私持ってるんで、北米版アカウントから買おうと思う、北米版を。それで日本のアカウントでもできるからね、一緒にその本体にさえ入れてればできるんで、別アカウントで買ったところでね。ほんなら、7000円ぐらいやったんですよ。7000円ぐらいだから、北米版のカード、結局北米版のカード買ったんやけど、ペイパルとクレジットカード、デビットカードと、そしてカード、プレイステーションのストアのカード、購入方法はその3つなんですよ、北米版ですね。日本版もそうかもしれない、ペイパル。で、ペイパル私持ってて、よく海外の送付日とか支払いするときとか、通販でペイパルよく使うんですよ。で、ペイパルいけるやんって、ペイパルやって、ペイパル通んねえんだけど、北米版アカウントでは。日本在住、クレジットカードもちろん使えないんですよ。日本在住の人のクレジットカードは、
PS ストアでそのクレジットが使えないんですよ。日本人が多分買えなくしてるからだと思うけど、レーティングの問題で。まさかペイパルまで無理とはね、思わなかったな。ペイパル無理でした。だって結局、プレイアジアでまたカード買って。うん。チャージして。購入させていただきました。8000円ぐらいしてたかな。もちろんしてたかな。でも北米版の方が高かった気がするね。日本版よりは若干1000円ぐらいかな。3月24日確か。やるか。今日はもうあと1時間もしたら終わりや、この動画を編集して。何ですかピナコさん、ちょっと片付けもしなあかん。庭のところ朝からね、僕は千葉君の分かってたね、木2本、板の木と棒でね、トンボを作って、ね、あのグラウンドを鳴らすやつね、平らにしてた専用の土を、そんなん出しっぱなしです。とりあえず今日は暇やったな。びっくり超えたぐらい暇やったわ。営業の電話しかかかってこないなと。これはチーズと、ね、ポテサラみたいですか、素朴な味ですね。でもこれでも270円ぐらいするね。すごいね。なんだいピアちゃん、切ない声出してんの。まだ待ってや。あーでも今日はくたびれたな。うんと金になってないの全然。暇な方が疲れるってどういうことやな。仕事暇な方が疲れる。やることが、ね、あってね。ほんま水槽の水返して掃除もしたかったけど、あとまだ前の家にいる魚を移すための準備も、こんな余裕はなかったな。駆動牛生がね、キッチンのやつと庭の土くれたんですけど、その時ね、あ、請求書持ってきてよって言うとね、あ、うんうんって。前聞いた時はね、ちょっと前ね、請求書の金額通りやって言ってたんけど、どうやらオーバーしてるらしいっていう感じのことをボソって言った。いろいろどうのこうなってね、結構な出てしもたんやって言うてたから、俺請求書通りやっても、請求書じゃない、見積もり通りやって聞いてるから、見積もりぐらいしか用意してないよ。マジかよって。1週間前から変わったからさ、まあ、よくしてくれるしいいんやけどさ、いくらぐらいでいいんやろ。いやいや、140万とか130万とかなってたら、
500万ぐらいにしといて、お願いやから。もう金なんてねえんだよ。な。そういうわけで、バテモト協会、本日は、いただきました寿司とサンドイッチと緑のたぬきを食べました。ごちそうさまでした。というわけで、この後ちょっと片付けして仕事終わり準備したいと思います。皆様もあと1日頑張って良い週末をお迎えくださいませ。今日の夜は関西は雨のようですけども、どうなんでしょうかね。というわけで、ほなごちそうさまでした。